はい、ナギです。おはようございます。昨日から時々寒い、寒さが結構きつくて、外はぬくいはずやのにけど、不調です。次は、郷ひろみさんに、噂にならない人、いきます。ろれつが回れへんな。ちゃんと動くかな。あれ夕闇が滲む古いカフェテラス、好きだった服は心が覚えてる。君があの頃にしてた左手の指は外したまま今は暮らしているの。忘れようとしても忘れられない人、懐かしい微笑みが胸を締め付ける。たとえ誰を傷つけたとしても、あの時に君のことを奪えばよかった。風のなびき道、一目を気にかけ、より多く君がとても寂しかった。星に紛れ込み君を抱き寄せた僕は、失くせない気持ちをただ信じてた。忘れようとしても忘れられない時、愛もないキスをして再びこらえてた。ている季節、あの場所を一人訪ねれば、涙はまだ枯れてはいなかった。なんでやろ。あ、で、まあ、調子悪い。ごめんね。音がおかしくなってる。わかる。忘れようとしても忘れられない人、思い出に吹く風が落ち葉散らしてく。いつも二人すれ違ってばかりいる街に、今は僕を待つ人がいる。アドレスを残し席を立つ君を、やがて星屑が静かに包み込むだろう。ごめんね、電波がめちゃ悪くてちゃんと動かない。俺のせいじゃないんだけど悲しくなるね。郷ひろみさんで忘れられない人でした。何でした僕の同じでちょっと途切れ途切れになってしまったの。このまま途切れへんような人生しようね。
で、皆さん、いつもありがとう。エリを筆頭に。ありがとうね。またね。友達になってない方は、友達になってください。お願いします。いいねをしてね。できたら登録を。See you. 登録してね。